うわ、なんだいきなり大声を出して。非凡になる方法を見つけたんだ。これで僕も特別な存在になれる。仕事中にスマホいじる根性がすでに非凡だと思う。抵抗ペンギン。凡人で終わる人の悪い習慣4選。自分は特別だと思っている。だいたい非凡になるってどうやってなるんだ。自分は絶対に大きなことを成し遂げられると信じることだってさ。抽象的すぎる。そのサイト本当に信用していいんですか。選ばれし人しか入会できないオンラインサロンらしいよ。怪しさ全開です。運営しているのは誰だ。ラブとコスモの伝道師チャーミン吉尾さんだけど。誰なんだよその愉快な名前のやつ。そんな怪しい人やめておいた方がいいですよ。うるさいよ凡人ども。嫌なことはしなくていい。好きなことだけをして生きていけば成功できる。それこそが僕の非凡道だよ。もう完全に洗脳されてる。こうも簡単に動かせるとそりゃ詐欺もなくならないですね。負け犬のザレ言なんて聞きたくないよ。僕は君たちとは違う選ばれし特別なパンダなんだから。はいはい。で、好きなことって何するつもりだ。まだ見つかってないから仕事サボって探す。天敗。言っても聞かないだろうし、もう放っておこう。凡人のくせに物分かりがいいじゃない。じゃあ僕の分の仕事も頼んだよ。しばくそ。すぐ諦める。くそ、デスクが仕事まみれだ。僕もデスクがいっぱいいっぱいだよ。お前も忙しいのか。知らないうちに隣がアトリエになってる。え、それは物事の心理を映し出す美学。お前絵描くの好きだっけ。まったく。でも人気して絵を描くだけでチヤホヤしてもらえるんでしょ。全国の絵師に謝れ。そんなモチベーションじゃ絶対上手くなりませんよ。まあ今に見てなよ。すぐに結果出してあげるからさ。1週間後。おはよう。の集計。それは日常に癒しを作る行為。絵はどうしたんだ。思い通りに行かなくてムカつくからやめた。諦め早すぎだろ。さーて、可愛い僕のぬいぐるみでも作ろう。今度は1週間続くでしょうか。3日程度だろうな。あー、今度はなんだ。針が指に刺さった。大丈夫ですか。あれ、冷静になると痛くない。人騒がすなやつだな。あれ、なんかペンギンの毛穴がめちゃくちゃ見える。キモい。はあ、もしかして針で視力のツボを押しちゃったんじゃ。そんなことある。あっちゃー、そっちの才能もあったのか。僕ペンギン頼んでた資料のことなんだが。よし、僕は鍼灸師になる。もう手芸やめた。あー、上司の頭に針が。多分きっとそこは頭が良くなるツボです。パビル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 。なんだか様子が変だか。まあ今に見ててよ。プラペラババーン。チュ、あれ、頭が良くなるどころかおかしくなってますね。鍼灸師もやめとけよ。うん、他のことする。バボーバボーバブーン。他人のことをとやかく言う。ブツ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 。朝からずいぶん熱心だな。今度は何をしてるんだ。 SNS だよ。どうしようもないなって思った人に説教をしてるんだ。はあ、僕の説教でその人はより良くなれるはずだからさ。 The best of 余計なお世話。なにだけ。ちゃんと働いて社会貢献しなよ。社内ニートのお前が言うな。まあ下手くそな絵あげてる人いる。絵師だった僕がアドバイスだ。1週間だけだろお前。パースが狂ってるよ。デッサンの勉強もっとすべき。まだアップは早いんじゃないと。やってやった感を出すの。次は手芸やってる人。こんなハンドメイドでお金取るのはおかしいよ。僕なら絶対買わないねと。ソリブボットになってますね。自分のことを棚に上げまくって恥を知らないのかこいつ。なーに、君たち無駄話してるの。君たち僕に構ったり暇ったり仕事しないよ。会社に貢献しないとでしょ。ネタで言ってるんじゃないんですよねこれ。ネタならどんなにいいだろうな。言い訳する。パナ、いい加減に仕事しろよお前。年貢の納め時だな。僕は悪くありません。ペンギンとシャチ君が僕のやる気を邪魔したせいです。はあ、なんだと。ペンギン、シャチ、どういうことだ。いや、信じるなよ。やれやれ、凡人といると疲れるな。ふん、絵の古典ね。どんなもんか見てみようかな。どうせ大したことないってケジつけようと思ってたのに。なんなのこれ。全部すごすぎる。
気に入ってくれましたか？これ全部おじさんが書いたの。すごい。正直圧倒されたよ。光栄です。どれくらい絵を描いてるの？恥ずかしながら大人になってから絵の道に進むことを決めましてね。まだまだひよっこです。そんなことないよ。最初から才能があったんじゃない？いえいえ、最初は思い通りに描けず苦しかったです。諦めようと思ったこともあります。それでも寝る間も惜しんで毎日描き続けました。え？そのうちやっと認められるようになって、こうして個展や出版が叶いました。でも本当にまだまだなんです。僕、自分が恥ずかしいや。努力し続けてるから非凡なのに、すぐに何でも投げ出して。おはよう。な、パンダさんが仕事してます。おはよう、ペンギン、シャチくん。頭でも打ったのか？そう表現するにふさわしいことがあってね。凡人の自分にサボる価値なんてないから。パンダさん、何があったんでしょう？わからないが、まあすぐに元のパンダに戻るだろう。そうですね。数日後。今日も仕事してます。嘘だろ。パンダ、この仕事も頼むぞ。はい、喜んで。おお。はい、某企画です。はいはい、ありがとうございます。よし、やった。ずいぶん楽しそうに仕事してるな、パンダ。働く中で自分の存在意義がやっと分かったんだ。存在意義？こんな仕事でも必要としてる人がいて、喜んでくれるお客さんがいる。パンダ、非凡じゃないといけない、特別でないと価値がないって思い込んでたけど、そんなことなかった。凡人の僕でも、ありのままの僕でも必要とされていたんだ。そうだな。確かに凡か非凡かは関係ない。自分らしさ、自分自身が大事なのかもしれないな。人間、パンダに大事なことを教えられた気がする。よし、俺も頑張るとするか。自分もです。自分らしさか。数日後。おはよう。は？わーい、そしゃげ楽しい。なんで？おはよう。僕らしさって言ったらやっぱりサボることしかないなって。ありがとうペンギン、君のおかげで気づけたよ。やった、 SSR ゲット。余計なこと言わなきゃよかった。カードができました。コンビニ。疲れた。スマホいじりって意外と疲れるよな。コンビニ行こう。おい待て、コンビニに行くならこれを持っていけ。これは抵抗ペンギンデザインの T カードじゃないか。2021年10月1日11時から発行開始。ガソリンスタンド。出張疲れた。お前海とか居酒屋とか行ってて忙しそうだったもんな。ガソリンなくなってきたし、ガソスタやろ。おい待て、ガソリンスタンドに行くならこれを持っていけ。これは抵抗ペンギンデザインの T カードじゃないか。 T ファンサイト、tfan.jp/抵抗ペンギンから購入可能。ネットショッピング。買い物行くのめんどくさいな。お前出社すらできないもんな。ネットショッピングで済まして。ネットショッピングするならこれを持っておけ。これは抵抗ペンギンデザインの T カードじゃないか。お店でもお店じゃなくてもたまる使える T カード、とりあえず便利だから持っとけ。使ってるとこ見かけたらペチペチするぞ。ねえペンギン、本当の友達ってなんだろう。悩みを積み隠さず相談できたり、心から信頼できる人とかじゃないか。僕みたいに友達が多すぎるとそこら辺の区別ができなくなるんだよね。アンチは友達に入らないぞ。次回、一瞬で友情が壊れる絶対にやってはいけないこと5選。な、友達からお金貸してて連絡来た。人気者は辛いな。利用されてるだけだぞ、それ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。